はい、どうも、妖怪三国志国取り図今回もやっていきます。今回はね、私もようやく、メインヤカの方ではまだガシャ回してなかったんですけどね、なんかあんまりお年玉コインのが良かったぜっていう声もすごいいただくんですが、大感謝コインがね今70連ですけど、おそらく100連分たまったので、まあ、こっちのね20連分も含めて、ガシャ回したいと思います。確定もね1個回せますね。一応大当たりが1回出て、何でしたっけ、ここだ、ログインボーナスね、まだ毎日もらえるので、なんかあれだよね、5周年コインってあのなんだっけ、落とした、あとなんだっけ、私でも赤白コイン転生1体ずつ出たんだよね。なんでなんかお年玉コインがやっぱ良すぎたから、まあお年玉っていうぐらいだからね、良かったんだね。はい、あれないか、100連分ないのかな、90連か、ちょっと待ってくれ、3個あれ、あ、100連あるね。はい、ガシャ回していきましょう。一応今ならね、ビンゴミッションでも核コインか、核コインの方はビンゴミッションで、私まだあとちょっとなんだよな、ビンゴミッションでも9ライン揃うと核がもらえるのと、私ミッションで気力の方はあの武器と防具もらえるからすげえ頑張ったんですけど、あとこっちもセッションここまで来ましたね。そうだ、ここでねもらえるね、あ、これでもらえるわ。だから軍魔神の方ももうちょいいけるね。はい、なんで行きましょう。あ、武田信玄とかもゲットしちゃった、まあいいや。あとはそうだね、交流ポイントとかいろいろで吹雪姫昇級があって、体力そうだね3500使うと軍魔神の方のね核も回せるって感じですね。うん、私、で5周年記念ポイントね、これいつも罠のようにありますが、これはカーキンってやつですね、火曜日金曜のカーキンです。気力の方は終わってて、それで核コインね1個回せるって感じかな。はい、じゃあ行きましょう。これだね、はい、行きましょう。131連って感じで、さっき見たけど交流ポイントはここで、はい、もらえますね。5周年記念ポイント、ごめん、5周年記念ポイントね、はい、残念ながら課金ってやつです。まあログインボーナスね、はい、まだ序盤なのでこれからもね毎日もらえるんでね、どうなんでしょう。あと 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13、 まだあと130連できるんで、トータルですごいね、230連できんだ。まあでも次のね多分ねミッション、多分次にスコアタだと思うんだけど、スコアタのねなんかあれでも金貨と交換できたり、毎年の事情だとできるので、はい、やっていきましょう。じゃあちょっと群馬神からやっていきましょうか。これね一応中身はこれは確定なんで、はい、核ですね。結構転生出ないよっていうのを聞くんで、私はどうなのか、一気に回したら変わるのか、やってみましょう。130連でございます。でこっちの群馬神の方はこれね、私だと1回だけ小生行きました。なのでまだワンチャン、過去何周年とか見たけどね、1回で聞きましたよなので核じゃなくても妖怪と群馬神ね、1回ずつだから2回であるってことだな、うん、前回の、ね、4.5 周年からなんか出るようになったと思う。今まで出なかった、あ、ほら出たね、核コインじゃなくても出るんよ、いいじゃん。もうみんなレベル100にしちゃったけどさ、だって交流ポイントの使い道がさ安いんだもん。ああいいね、ありがてえ。もう今交流ポイントさ簡単に手に入るようになったから、もうなんか限界突破しちゃうよね。みんな限界突破してますかね。131連、いけ、お、なんか連続だ、うっそー、すごい。これ別途動画釣ればよかった、しかも2個だ。え、みんなこんなにいいの。いやー、こいつらレベル上げなきゃよかったな。え、全部 S 以上じゃん。めっちゃいいぞ。しかも当たったやつがみんな弱くて使わないやつだ。え、こんなにいいの、嘘でし
これね 4周年まではね全く出なかったのよ、小生が格以外から。で 4.5 周年から確かに出るなと思って、なんか今回も怪しいぞ。あ、え、確定なのこれ。だってこれだったら 別あ S 以上だもんな。もうでも S はさ全部レベル上げてんのよね弱えな。あ、こんなにいいコインなんだ。いいねいいねいいね。じゃあ100連いきます。落としたもコインはまたゲットいこう。さあこれは食コインにならないように。どんなもんですか。ちょっと群馬神コイン良すぎて当たった妖怪は、うん、あ、調整いきなり来ました。さあ転生来てもいいんだけどな。これからか。おお、アーマード、これ超強いんだよな。昔はまあ今も強いか。これでも選抜された妖怪たちだからね、基本的にみんな強い妖怪たちが出てきてくれるんで、なんで自信を持ってね、はい、出た妖怪はみんな自信を持って強いので、基本的にはね、なんで大事にいろいろ能力とかもね見てもらっていいと思います。まあね、一番欲しいのつくよみだよ。私だってさ、お嫁ネタバレリーナでようやくカンストしたんだぜ。超大変だったよ。あ、でもこんな感じなのか。あ、でも羽が来た。羽専務、羽専務って言って分かる人いないよな。羽専務って言って分かる人いるかな。え、答えはなんだっけ。いいね。さあジバニャいる。え、こんな感じなの。でもなんか転生出ないよってひたすらコメントいただいてたけど、来い小生か。でも持ってないの嬉しいな。アーマードをゲットできる。アーマードって、いやでも夢のようだな、アーマードがこんな簡単にゲットできるなんて。おお、疾風陣雷ノルサル、これも超強キャラだよね。私持ってたのよね。これはもう超過去打ち消しガードだからね。だからそう、基本的にみんないい長所のある強キャラなんで、あとはね誰を強くするかはちょっと自分でね判断してほしいなっていうところだな。うん、とにかくみんなすごいいい長所があるから選ばれてて、エルゼメキアもなんか教えてくれたんだよな。あ、やった、いいね、交流ポイントもゲット。ただ交流ポイントはさ、札でゲンマゲットできるからあんまりありがたみが減ったよね。転生、お、調整以上は確定。なかなか白くなってくんねえな。さあどんどん来い。ただこれで一応3体目。あ、虹カップダブルだ。交流ポイントも来てくれんね。いいねいいね、文中だ、最高じゃないか。今しかも文中使ってるしな。これで文中4凸できそうだ。今んとこ転生が出てくれないけど、かなりナイスな。来いよ、来たか。あ、ジバニャいるから小生以上は確定。変われ、白に変われ、変わってこい。でもこの金色に今最近金からプラチナカップに変わったことないんだよな。あ、ごめん、エルゼメキアゲット。エルゼメキアはハイスコアチャレンジで使うよってよく誰か教えてくれたな。さあでもエルゼメキアねゲットになります。マジ嬉しいな。まあサマーエルゼというすごいいい妖怪がいるが、今年のご来光ボーイも今のエルゼも一応お正月フェス妖怪だからさ、あれこれ格回しちゃった、ひょっとして違うよな。ジバニャンがいるから小生以上確定。これ全種類揃ったかな。さあ来いや、出てこいや。うわー、やった、桃太郎にゃん。これはね課金妖怪だから、ほんと課金してねゲットされた方には申し訳ないんだけど、私
この桃太郎には欲しくて投票させていただいた。すまぬ、無課金でゲットしてしまった。ありがとう。ちょっと桃太郎には使ってみたかったんだよな。さあ最後転生来い。いいよ、そろそろ気は熟した。ダメか、これは金かな。うん、なんかね、なかなか白には変身しないよね。さあ小生何体目なんだろう。一応なんか全種類出たね。もう全種類出たんじゃないかな。5種類出たな。ルンチューがダブリ、おエルゼ2回目。ルンチューエルゼが2回ダブリ。まあエルゼよりエルゼメキアなんだけど、エルゼは別でいるね。はい、というわけでこれで最後かな。転生出なかったよみんな。ただ全種類出ました。100連やると、あ最後じゃなかった。小生7体ぐらい、ルンチュー22で、あと3体が1体だから、今のところ7体だな。100連で7体か。80連7体。あーこれダメだ。よいしょ。さあただまだ角が残ってるからね、この最後の角で。いいぞ、ジバニャンいる。さあ金に変わっちゃったから、これはもう小生だな。金から転生に変わったことが一回も見たことないんだよな。ということで100連で8体でしたね、小生が。群馬神もたくさん出たね。えこれ超いいじゃん。おお、アマードもダブった。ということで8体でした。全種類出ましたよ。まだあと130連ねできるってさっき言いましたんで、ぜひ楽しみに、まだまだ楽しみましょう。さあじゃあ角いきましょう。いやーつくよめ欲しいな。もうお嫁ネタバレリーナ使ってる場合じゃないよ本当。お願い神様、調整はもういっぱいいただきました。金に変わったら転生になんないんだよ。金からの桃太郎にゃんということで、はい、私全部小生でした。でも嬉しいな、桃太郎にゃん。本当に申し訳ない、課金妖怪。いやー嬉しいな。桃太郎にゃんはバリア妖怪ですね。昔のブラックダイヤニャンみたいな感じかな。力が 25%、30% じゃないんだよな。でもカゴ妖怪です。うん、季節ダメージアップ 25% あって、はい、超混乱、超サボり強いんで、まあね、うん、でぶつかり合ってクリティカルか。はい、嬉しい。使うか分かんないけど嬉しい。バリア張れるんだよね。それでエルゼは睡眠を払い打ち消しか。で力ダウン、妖力ダウンあるから、そう、なんかコメントでいただいたのはハイスコアチャレンジでね、ダウンさせて潰すっていうので、エルゼを使いますよっていうのをねいただいてたんで、私もちょっとハイスコアチャレンジになったらね試してみたいなと思いますね。一応ダメージアップ系もあるんだね。はい、そんな感じ。あとはこれだ、アーマードね。アーマードはもちろん攻撃速度アップの打ち消しガードです。打ち消しガードだからね、超過護妖怪と一緒につけて、はい、なんか防衛でよく見ましたね。これもなんか私がゲットできる日が来るとは思わなかったんで嬉しいな。ぶつかりコンを一緒に、今ねぶつかり耐えるコンみんなゲット多分いっぱいしたと思うので、はい、これを防衛に入れて超ね超加護妖怪と一緒に使ってみてください。あとはなんだっけ、の持ってたやつは文中か。文中いいね。文中と文中、これで私交流ポイントを使って3凸まで上げたけど、これ4凸にできるんでショップ使ってね、はい、上げときたいなと。もう500までいっちゃってるからケロだって。私はもうこの文中はもう今回ね、文中いいね、ゲットできて、やった4凸だ、万歳、わっしょい。交流ポイントを使っちゃったぜ。結構これで文中も戦力1万超えるんでね、はい、
さらに完走しやすくなったかなというね、万歳という感じですね。そんでこのね、疾風陣雷のるさるはね、もうこれ超強い超覚打ち消しガードなんでね、4体防衛にして火力があればあるほどね、強いので、なんで私もこれ限界突破できて嬉しいですね。これで防衛がさらに強くなったと思います。はい、なのでこれも嬉しい結果となりました。ちょっと転生ゲットできなかったけどこんな感じです。はい、じゃあ今回こんな感じにしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、皆さんどうだったですか？群馬神ってあんなにいいもんだったですか？中身はともかく転生調整があんなに出てわっしょい万歳って感じでしたね。はい、じゃあすいません、またお会いしましょう。さようなら。